イツハーク・ヘルツォークは、イスラエルの政治家、弁護士である。現在、同国大統領。労働社会福祉省、ディアスポラ、社会、反ユダヤ主義との戦い担当賞、観光省、住宅建設省、クネセト議員、党首を歴任した。イツハークは、テルアビブで生まれました。父ハイムが、イスラエルの国連大使を務めた時、ニューヨークに移住し、ラマズ学校に通いました。 高校在学中に、コーネル大学とニューヨーク大学で教育を受けた。1978年末に、イスラエルに戻ると、イスラエル国防軍に入隊し、イスラエル参謀本部情報局所管の8200、部隊で主要将校を務めた。除隊後、テルアビブ大学で法律を学び、父親が設立された、法律事務所、ヘルツオーク、フォックスネーマンに就職した。 1999年のクネセト総選挙に、労働党から出馬するも落選後、エフード・バラック内閣で政府高官として参画する。2000年から2003年までイスラエル、麻薬対策局の局長を務めた。2003年の総選挙で、再び労働党から出馬し初当選。2005年、労働党は、アリエル・シャロン率いるウハリクードと連立政権樹立で合意。 住宅建設省として初入閣した。しかし、同年11月23日、労働党の連立離脱方針により、党所属の閣僚と共に辞任した。2006年の総選挙では、党内の予備選挙で名簿にとなり、再選した。労働党は、エフード・オルメルと率いる中道、カディマと連立政権を樹立し、観光省として二度目の入閣。翌年には、 労働社会福祉省とディアスポラ社会反ユダヤ主義との戦い担当省を兼務の上3度目の入閣を果たした2009年1月パレスチナ自治区のガザ地区における人道支援に対する調整担当を拝命する同年2月の総選挙後にリクード率いるベンヤミンネタニヤフの政権に労働社会福祉省として再任される2011年1月 労働党の連立政権離脱に伴い閣僚を辞任。2021年7月7日に大統領就任。第二次世界大戦後並びにイスラエル建国後に生まれた初めての大統領である。2014年のヘルゾーク父親はリトアニア系ユダヤ人で第六代大統領のハイム・ヘルゾーク。ありがとうございます。